ここね、俺の堆肥置き場なんだけれども、今日ね、堆肥を作らない理由、俺が堆肥を作らない理由を、お話ししたいなと思います。で、この状況を見てさ、わかる人はわかると思うんだけれども、ここ、穴が開いてます。ずーっとこう来て、で、ここ、これなんだろうっていうと、これね、毛だね、毛。ちょっと見づらいな。うん、ほら、白っぽいもやもやしたものあるでしょ？ちょっとボケてるけど、これ毛です。何の毛があってば、まあおそらくネズミだろうね。この通り道も、ね、この奥もね、よいしょ。こうやって奥まで行って、ね、通ってるのさ。ここも穴開いてるね。うん。で、どこだ？映ってるか？ここもさ、穴開いてるんだよ。だから、ネズミが来てるのさ。まあ仕方ないんだよね。結局こういうさ、大根のさ、クズとかも置いてあるし、食べ物もあるし、米ぬかも入れたし、あとなんだろう、小豆のクズとかも入れた、豆のね、売れないものをね、入れました。で、そうすればやっぱ食べ物がいっぱいあるわけさ。ネズミにとってすればね、美味しいものがね。やっぱこうやって集まっちゃうのさ。で、めちゃくちゃに荒らされて、雪の下でね、ここでも1メートルぐらい雪があったんだけれども、そうやって雪の下で一生懸命走り回って食べて回ると。ね、ここアスパラがあったんだけども、ここも荒らされていて、まあこれは上の葉っぱだから別にいいんだけど、置いといたやつだから、多分根っこも食われてるだろうねって。で、幸いここまでなんで、そっちは被害ないんだけれども、やっぱこういう風にネズミが集まって荒らすっていう、まあネズミが食って、まあそれも一つのさ、生態系のあり方として、まあありなんだろうけれども、やはりこうやって集まってくるってのが俺嫌なのさ。特にここ今我が家の庭だからね、前も動画で話した通り、これが長年続いて家の土台の中に入って壁の中走り回ったりっていうことがあったんで、そういうことを考えればやはりこういうことはね、堆肥作りってのしたくないのさ。ここも入ってるな。ほら、穴が開いてる、入ってる。うん。ね、通り道になってるのさ。堆肥を作るっていうことはすごく雪農業とか土、雪農業じゃなくても農薬とか化学肥を使ってもすごくいいことで、堆肥を使うことはすごくいいことなんだけれども、それによって、こういうふうに獣害が起きるし、苦しい、困っちゃうのさ。これが自宅の中、近くであれば、我が家みたいに家の中に入っちゃうってことが起きちゃうから、だから俺はおすすめしないの。じゃあどうするのっていうと、畝と畝の間に、こういうふうに刻んだ大根の皮とかでも何でも置いて、で乾燥的な好気的条件に置いてしまえばこういう被害はない。うちの、ね、まだ雪の下になってるけども、そっちの方の畑とか庭の畑だよこれね、とかではこういうことは起きません。堆肥にしてやっぱ集めておくとこういうふうになっちゃう、うん、だからやっぱり俺は堆肥作りは、したくない。かき混ぜるのも大変だし、この中心部分とか酸素届いてないから嫌気的条件になってて、腐敗してる可能性もあるし、それがね、畝の間にずっと置いて、秋に耕して土の中に入れてしまうとか、まあ、春でもいいんだけども、ね、そうすると、やはり、呼吸的条件にずっと置いてある、空気に触れている、酸素がある状態で生き物たちが食べてくれる。で、比較的その野菜の水分もね、抜けていくじゃん、乾燥するから。それもまたいいのさ。やっぱ水分が多いってことはやっぱ腐敗に進みやすいからね。だから畝と畝の間、通路に有機物を置くっていうことがやはり大事かなって思う。これなんだろうね、この下にも入ってんのかな。どんだろう、押したのかな、ここね。ちょっと暗いな。そうやってさ、やっぱ環境を作るっていうことが大事かなって思うんでね。まあ、ここまだ雪が、まあ、その話をまた雪が溶けたら畑の方でやるんだけれどもね、畝ここあるから、ね、不耕起状態で畝が何個もあるから、教えするっていうか、まあ、そういう話を動画でするんだけども、やはり、堆肥っていうのは、手間暇かかるし、そうやってネズミが集まってくる。で、そのネズミが野菜を食ったりとか荒らしたりする、糞害も出る、糞もするんだから食べればね。で、我が家みたいに家があれば、この土台のね、コンクリ破って中に入って、本当にさ、夜中でもカタ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 って走ってるようなさ、そういう音がしてさ、やっぱり気分いいもんじゃねえじゃん。やっぱり、病原菌とか運ぶとかも知ってるしさ、何匹も捕まえてさ、殺処分したりとかもしたし、やはりそういうこともしたくないから、ね、やっぱり、
堆肥は俺は作りたくない。俺はね、まあ大きい畑で周りに家がないとかそういう場面であればいいけれども、こういう住宅地の中ではやはり堆肥は作らない方がいいなと、そう思います。うん、まあみんながどうするかは別だけれども、やはりね、うん、好奇的環境において、うねとうねの間に置いて、ひと夏ひと冬でも置いといて乾燥させて、そういう状態だったらやっぱネズミは集まらない。こういうふうに大量の草とかを置いて盛り上げて土堆肥化、ね、典型的な堆肥の作りをすると、やっぱ動物とか集まってくる。あの山の方の畑とかであればタヌキとかキツネとかも来るし、まあそのくらいだったらいいよまだ。ネズミもいっぱい来るし、まあ山の中だからいいやと思うんだけどもさ、それはクマが来るとかになってくるとさ、また大変だしさ、ね、まあ、栗落ちてた栗。なん、まあ、私は栗の多分虫食いなさだけど、栗落ちてたし、うん、虫食いだこれ、穴開いてら、うんうん。で、こういう風にさ、ネズミが来ちゃうから、やっぱ良くないなぁと思ってさ、うん。で、じゃあこれどうするのっていう話なんだけど、これはまあ未熟な堆肥だから畑の中に突き込むことはできません。あの土の中で腐敗や進むとすごく都合悪いんで、そういうことはしません。何をするかっていうと、この状態であっても、通路、うねとうねの間の通路にこの未熟な堆肥を置いて、でそこで乾燥と、腐敗っていうか、腐敗じゃないな、分解をしてもらって土に戻す。まあ要するに新たな堆肥としての デビューだね。うん、まあ、逆にこの未熟な堆肥っていうのは微生物が今いっぱいいる状況なんで、まだ雪になって寒くてさ、あの最低気温マイナスになるからめちゃくちゃ働いてるっていうわけではない。ないけれども、それでも微生物はいっぱいいるんで、その微生物を生かすために、うねとうねの間の通路に置いて、まあ、乾燥と熟成と熟成が分解をしてもらって土に返していこうかなと思います。うん、ね、あの冷蔵庫の中に入ってたニンニク、根っこと芽いっぱい出たから、スコップでチャキチャキチャキってやって、あのもう芽出てこないようにして土に返そうってやってるんだけども、まあニンニクは殺菌成分あるから、うん、まあいいんじゃないかなと思ってやってるんだけど、まあ、とりあえずそういう風にして乾燥と好奇的条件に置き直して、ここにある堆肥は全部そっちの方に持っていく。さっき移したあの雪の方に埋まってるやつ溶けたらね、まだ3月いっぱいは何も手つけれないかなっていう感じだけども、そういう作業を繰り返して、健全な堆肥にしていく。多分中心部分は腐敗しているから、あの酸素届いてないから、そういう状態は良くないんで、まあ、そういう作業をしながら、でここは、土を買ってきて、まあ、ここちょっと宅地だから作土層が浅いんで、ここは土を買ってきて、また新しい土作りをして、ここにシャインマスカット植えて、単管パイプで棚を作って栽培しようかなと。で、ここは、ここも作土層が薄いから、レイズベッドってさ、木の板を立てて土を入れて、ちょっとその作土層を確保するようなやり方で、やっていこうかなと思っています。この木の椅子は、まあ、そのうち投げなきゃダメなんだけど、チェーンソーでぶった切って、巻きにするかなとかね、まあそういう感じでやっていこうと思います。とりあえず俺が堆肥をこういう風に堆積してやりたくない理由はそういうことだっていう動画でした。まあもしなんか堆肥作ろうと思ってる人は、やっぱそういう風に動物が集まってくる可能性もあるよっていうことを、まあ一つ覚えておいてもらいたいなと思います。で、それでもいい環境であれば、あの例えば周りに民家がないとか、ここは家があるから、ここ車庫なんだけどもね、うちの家もあるし、それがない状況であればいいんだけれども、ね、畑だけの中で借りてますとか、そういう状況であれば、まあいいんだけれども、そうでない人はやっぱ気をつけてやってもらいたいなと思います。俺が言ってる通り、うねとうねの間に通路に置いて、乾燥、好奇的条件に置いて土に戻す、堆肥化するっていう方法、これがやっぱ一番おすすめです。